かね。運転して、してみないと分かんないと思います、これは。もうあんなに落ち込んでて、うん、選挙落ちて、ええ、もう何もする気なかったのに、これだったら元気。ありがとう、本当にありがとう。いやもう本当にね、うん、あの時本当にね、笑えなかったんですよ。はい、もうマセラティ乗りなって言われて、いやもう本当にね、でカットしに行く時もこれ乗りなって言われたじゃないですか。そうねえって言いながらさ、乗ったらさ、本当に気分がさ、めちゃ本当助けられましたよ、マセラティ。あ、ここここ、ま、なっちゃん。この景色好きなんですよ、この降りてく感じが。よくないですか。いいですね。この向こうの街やね。の上のすごいいいですよね、なんかほら、あの辺どこですか。知らないでください。土ヶ丘、分かんないな。丘があっていいですよね。なんかでも本当にあの落ちた時は笑いがなかったですよね。すいません、表情が笑いなかったです。笑いがだって、笑いだって別人のように見えたんでしょ。そうなんですよ。もう帰ろうかと思って。いや、そうそうそう、話しかけるのが悪いような。だってもう、なんかもう、いやもう本当に1週間笑えなかったですよ。え、私言っちゃ悪いかなって思って。いや難しいのは分かってましたけど、やっぱりそれが落ち込みますよ。そうね。はい、だってやっぱりね、そう一生懸命はやってたんで、で感触も良かったんで、すごく周りの人のね。今街に出るとすごく分かりますよね。声かけていただいて、いろんな方に惜しかったですねとか、また次頑張ってくださいねとか、入れたのにとか言われたのがすいませんって言ってこられて、ご夫婦に、あ、111、おお、次また頑張ってくださいねなんか言われて、入れたのにって言われたのがね。結構綺麗な奥さんが多いんですよ、つくばみらいし、若くて。あとマックで働いてる綺麗な奥さんが、うちの旦那毎日会うんですよなんか言ってくれて、選挙活動中にほらチョコレートマックシェイク買いに行ったでしょ、はい、あんた、はい、そしたらさ、うちの旦那毎朝会うんですよとか、応援してますよとかって言われて、向こうから声かけられるって嬉しいよね。嬉しいですよね。なかなかないですよね。知ってても声かけてくれない人っているじゃない。見て見て見る。そう、向こうから駅に立ってる人ですよねって言われて、ああそうです、うちの旦那毎朝お会いしてるんですよって言われて、ああ旦那さんはよろしくお伝えくださいって。